地球に新たなる脅威が迫っていた。かねてより銀河帝国の名のもとに地球侵略計画を推し進めていた下道者戦艦オルクスのハウザーに加え、今また一隻の超巨大宇宙戦艦が出現したのである。宇宙人と戦えるのはエリアルしかない。国立科学研究所スケベイの所長岸田博士は、女性型巨大ロボットエリアルで対抗しようと考えていたが、そのパイロットたるべき3人の少女たちにはこの事態も関係がなかった。なぜなら、博士の姪にあたる河合美也、博士の孫である岸田綾和美の姉妹は、選ばれし戦士でも何でもない普通の女の子だったのである。ただ一人、ハウザーのライバルスターブラストセイバーだけは新たなる闘志を燃やしていた。何の前触れもなく出現したこの大戦艦は、ハウザーの下道者にとって親会社にあたる大企業のものであった。率いるのはラグナス。ハウザーとは士官学校時代の友人であり、ハウザーの部下経理部長のシモーヌとは幼なじみの間柄である。そして今、ラグナスの新たなる作戦が開始されようとしていた。この巨大な敵にエリアルは立ち向かえるのか。ミア、アヤ、カズミ、3人の少女たちは。おじさま、ごめんなさい。あやちゃんどうしても連れ出さなかったの。あ、みやちゃん裏切ったんだ。なあ、家賃全額持ってくれるって言うからさ、つい。あやちゃんには内緒にしといて。あやが来なくちゃどうしようもないな。博士、衛星軌道上の宇宙船が小型機を射出しました。大気圏に突入します。何？推定落下地点は東経39度35分、北緯35度30分、新宿付近です。なんてタイミングのいい宇宙人なの。うわぁ、ミアちゃん行こう行こう。さあ行きましょう。よし、エリアルスクランブルだ。全所員に告ぐ、エリアル緊急発進用意。担当学員は至急所定の位置につき発進準備を開始せよ。繰り返す。担当学員は至急所定の位置につき発進準備を開始せよ。これんことにゃの。岸田博士、コントロールルームまでお願いします。すぐ行く。
20秒後に発進です。メインブースター転換、エリアル発進。ね、終わったんだよね。帰っちゃってもいいのかな。いや、戦いはこれからのようだ。え？どうやら敵の作戦にはまったようじゃ。大軍がこちらに降りてくる。真の狙いはスケベらしい。来るわ来るわ、どんどん来る。来るなら来い、わしゃ負けんぞ。50秒後に敵着地します。よし、クリスタルバリア展開。クリスタルバリア展開。第9防衛体制、第9防衛体制。署員は速やかに地下シェルターに退避せよ。繰り返し、署員は速やかに地下シェルターに退避せよ。儚き抵抗か、それもよかろう。見っけ！
あやちゃん、ごめん、乗ってちょうだい。みえちゃんの裏切り者！ったく、私は乗らないって言ったじゃないの。ごめんね、でもおじさまがピンチなのよ。え？敵の大軍が研究所に攻めてきたらしいの。私たちが行かないとみんなが。しょうがないな。ミヤちゃん、そこ開けて。アヤちゃん。宇宙人め、人の留守を狙うなんて許さないからね。なろ。エリアルがこちらに向かいました。アヤさんも一緒です。エリアルが来るまで持たせろ。農林試験場炎上、航空施設大破、発射固まると倒壊。スケベ最大の危機じゃ。見ての通り、敵の戦力は強大だ。ミア、カズミ、アヤ。アヤ、何したの？来年受験だもん。時間は少しでも欲しいわ。情けない。もっと真面目にやらんか。うわぁ！おじいさん！エリアルとの回線、断たれました。こりゃ冗談やってる場合じゃないぞ。回路やられちゃったから、もうバックアップしてもらえないわ。ミヤちゃん、どうしよう。大丈夫よ、おじさまたちも。こうなったらやるしかないわね。あやちゃんも。うん。呼んでいる。戦いが俺を呼んでいる。守護天使が参られた。よし、地球機動兵器に攻撃を集中しろ。カズミちゃん、しっかり狙って。わかった。アヤちゃん、出力調整頼むわね。うん。それじゃいい？行け！
アンちゃん大丈夫ですか？ミーさん、ランちゃん持ってきました。バックパックを排除してください。動きやすくなるはずです。わかった。早く降下兵が。私が引導を渡そう。辺境の戦う女神よ。ミアちゃん、ミアちゃん、アヤちゃん、早く操縦変わってよ。私チャンバラなんかやったことないわよ。でもシーソービはそこがメインなのよ。そんな。美しい。だが容赦はせんぞ。来るわよ、動いて。どうしよう、これがテニスだったらスマッシュで返しちゃうんだけどな。何言ってんのよこんな時に。それよ。え、あやちゃん適応だけでいいわ。うん、かずみちゃんはタイミングお願い。わかった。行こうよ。これで最後だ。今よ、かずみスマッシュ。あゆみ、楽しませてくれるではないか。だが所詮そこまでだ。ここまでだ女神よ。だが一人では行かせはしない。後ろを見ろ。おじいちゃん、無駄だ。どうあがこうとこの星の守護天使にはなれぬわ。勝利は我と共にあり。そして最愛なるシモーヌと共に。何？俺の名はフレスト・セイバー・ハーゲン。だが人はスター・ブラスト・セイバーと呼ぶ。おざけ！やはり現れたか。でもどこから？レーダーには。そういうわけのわからんやつなのだ。シャトル発進させろ。スター・ブラスト・セイバー、この赤眼の虎とその軍団がこの惑星をお前の墓標としてやろう。いや、
間、シャトルをラグナスへ急げ。宇宙の悪は俺が倒す。必殺銀河流星拳。全滅だ。おじいちゃんを、私たちのエリアルたち。和美ちゃん大丈夫ですよ。博士たちは。ミヤちゃんもそう思う？できたと。どうも。当たり前でしょ、相手はマッドサイエンティストよ。こちら騎士だ、応答せよ。おじいちゃん、博士無事でしたか。おじさま、アパート代。おう、その声はミヤか。分かっとるって。回線の修復に手間取ってな。エリアルは無事か。ええ、エリアルもお孫さんたちも。ならば問題はない。こういうこともあろうかと地下に予備の施設を作っておいたのじゃ。すごい、はあ、もう乗らなくて済むと思ったのに。うえよく来てくれたな、アヤ。心配して損しちゃった。はい、これ届けに来ただけよ。拾っといてくれたのか。ありがとう、探してたんじゃよ。あ、綺麗な夕焼け。何をする。しらしらしい。見ろ、こいつコピーしてこんなにたくさん持ってんだぞ。いい年こいてみっともねえ。やめろ、やめんか。うわ、バカ、ほら。ああ、thank you.
急げ。次の戦いが私を待っている。